どうもマグニーです。本日はですね、福井にやってきているんですけれども、今日は私が私の師匠のカバンの中を覗こうと思っているんだよ。ね、オレンジジュース。オレンジジュース。こちらの方、どうもよろしくお願いします。宇宙師匠、皆さんご存知、カズさんでございます。どうもよろしくお願いします。どうもどうも。今日は、カズさんの今むちゃくちゃでかいリュック、はい、あるじゃないですか。まあ中身を見せていただこうということで。あ、そう、今回はね、そうそうそう、お互いのカバンの中身見せ合いっ子みたいな。そう、なんか学生気分にね、なんかあるでしょ、見せ合いっ子って。女子はやってんじゃないですか、結構。女子と見せ合いっ子、女子たちは苦笑いしてるけど。見せていただいていいですか。まず、ほらこれ、こうリュックにマウントしてるこの、そう、すごいね。こう最近ちょっとこれ、昔めちゃめちゃ複雑なやり方やったけど、シンプルに引っ掛けて、うこういう風な歩き方をしております。いつでも撮って撮影できるようにと行けるようにやっておりまして、まずこれがね、 GH5S、 はい、 5S でございます、ね、私持ち歩くのは素晴らしい。さあ、ならね、グイッとでけー。いや、これがね、本当にでかくて、ね、でかバッグよ。ピークデザインのマックス45リッターの。でけー。え、45リッター、まあ、やばいな、入るね。子供ら入るよ。子供ら入る、うちの方も入る、多分。ほんで、普段は持ち歩かんけど、今日だけちょっとね、特別にね、見せ合いっこするために、ちょっと、うん、これ三脚、普通の三脚、ちょっとトラベル用の三脚です、それ。軽いでしょ。軽いマンクロットの軽いやつで、ね、カーボンってやつですね。カーボン素材ってやつですね。カーボン素材でございまして、プラスチックの最上級。はい、サイド部分行くとね、ちょっと私サイド横に入ってる。サイドに入ってサイド部分にね、ちょっと私の三脚たちが今ジュラッと、すげえジュラッと入ってる。どうなってんだ。吸盤のやつがあるぞ。そう、それはもしや、これは便利なよ。なるほど。ちょっと見せます。ちょっと、あらー、はい、何ですかこれは。ほんで、まあここでお風呂のシーン撮りたくなるでしょ。撮りたくなりますね。なるでしょ。ならないけど、なるでしょ、ね、はい、そう、見えます。これに対してね、あとはこれを、あらー、ウィックに、あらあらあら、ちょっと、あらあらあら、落ちないんですか、怖いね。ほら、こんな感じで、こういう感じの、あれで映った。そう、このアングルでお風呂のシーンをこれで三脚置けんからね、こんなには普通に。あと、ホテルとかだと、鏡とかあるでしょ。だから、こういうふうにつけてとか車中泊の時も便利ね。あ、それ、はい、それですよ、車につけられますから、窓にね。最近出張にこれ持っていくの、へー、便利なの。それは買おうってことはございます。ということで、まあ、三脚ですね、これ、ね、三脚。これ、これもトラベル三脚で、うん、いつも僕、旅行中の時ってこれポッケに入れてるんですよ。ポケット。そう、ポケットに入れてて、ほんでもうガチャン、こんな感じで、あー、クイックシューでシュッとつけて、つけるっていう感じで、手持ち棒にもなるし、はい、三脚にもなると。で、こちら、はいはい、携帯ですね。はい、まあ、先ほどのようなところでも、ええ、うん、シャワーシーンで一番使うためだし、シーンって何やだから、これの写真フォルダ見るともう裸体ばっかり。なるほど。こうつけていただいてね、ある種売れるやつだね、うん、こうつけていただいてさっきのやつにつけると、まあ、こういうことです。ありがとうございます。中身の方いきます。お願いします。中身なんですけども、はい、いきますよ、じゃじゃーん。あ、開きました。あれ、そういうことなんだ。エリちゃんの化粧道具に、化粧道具に、エリちゃんの化粧道具、エリちゃんの化粧道具に、で、子供の着替えに、子供の着替えに、で、エリちゃんの着替え、エリちゃんの着替え、ほんで、子供の保湿。もう待って、これ全部一家族の入ってんじゃないの。ほんで、子供のおもちゃ。はいはいはい、そうね、はい、うん、あと、カズさんの着替えこれ参考ならないって言われてる。ならんよ、参考ならんよって。ガジェット袋はこの2つですね、僕のは。はいはい、スイッチ袋スイッチ入ってる、ね、こっちがね、そう、マジスイッチ入ってた。ニンテンドースイッチ、よう分かったね。でしょ、うん、サイズ感的にニンテンドースイッチに、うん、それを充電するためのモ、うんうん、バイルバッテリー。なるほどなるほど。PD 対応だから、これも充電できる。 何大乱闘でもやるんですか。大乱闘でもちょっと練習しようかな。あれあれあれ、持ってみよかったんじゃ。あとは、はい、これよ、これ充電系かな。ちょっと拡大目で見た方が、うん、いきますよ、はい、じゃじゃん。そうですね、充電系です。あ、来た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 。あ、フリーテルだ、フリーテル、うん、Wi-Fi にいるからね、Wi-Fi いるよ。あと GoPro の充電器でしょう。何これ、良くない。これいいな。これちょっと高いね、純正の高いけど、純正っすね、2個同時で
結構なんかケースとしても使えそうなレベルの。ほんとや、かっちりめなんやって。おしゃれ。ほんでじゃじゃーん、 GoPro 本体ですね。やっぱ旅行には GoPro は欠かせないですね。間違いないです。で最近、カズさんの村っていう全編 GoPro なんですよ、実は。あーすげえ。ほぼ GoPro かな。そういうの気になる方はぜひ、ね、見ていただいて。音声とか結構綺麗に。確かにいい、確かにいいです。いいんですよ、結構、夜も意外と強くなったし。なるほどね。これは外せない。あとはもうここら辺がね、もうケーブル類。うわ、うちのケーブルコレクターが。あっちい。最近、ちょっといい、ちょっと自分のチャンネルで、はい、最近ハマってんのが、なになになに、短いやつ。そう、変換ケーブル的なやつ。あ、短い、短い、短いケーブルにすっごいハマっててさ。今ここでも嫁さんのちょっと充電するのに、20cm クラス、20cm もない、15cm ぐらいの長さのやつばっかで、これが 20cm で。気になる字があって、Amazon Basic。 結構これがね、優秀なの。やっぱあんまり長さが必要なことってなくて。確かにないね。できる限り、よっぽどじゃないとね、短いやつが欲しいなと思って。製品として安定してるもの。なるほどね。ちゃんと給電量も全部調べたから、うち純正よりあの 5% から 10% ぐらい落ちるんやけど。あ、落ちるのね。落ちる。短くても落ちることが結構あるんやけど。へー。やけどいい。へー。こっちの方は純正にはないからね、この長さは絶対に。そうそう、これ化粧のポーチなんやって、多分。あ、なるほど。化粧ポーチ。いや、カバンに収まりがいいですね、まず。短いことによっての。そう、化粧ポーチでこんな感じでさ、スルスルいろんなとこ入るから便利なんだよ、これ。こんな感じで、はいはい、ケーブルがね、信じられないぐらいいっぱいこの小スペースに、やばいっしょ、5、6種類のケーブルがありますね。おやばいな、これ。俺のやつ紹介するときちょっとやばいな、これ。これいいでしょ、これ。もうなんだかんだ、いろんな人が忘れるためのこの SD カードのスロットとか、これは大事だ、他の人のためのね。ほんでこれ、あ、これね、使ったよ、あの、キャンプ部で僕使わせてもらいました。これ照明、照明。モバイルバッテリーに挿すと、モバイルバッテリーに挿すだけで、ほら、わーい。おお、超明るいんですよ、これ。ほんとだ。まあでも、なんもかな、こんなか。あとはもう、ほとんど旅行グッズでしたね。ほとんど、ほんと旅行、旅先でいろいろできるための。これは変換ケーブル。変換ケーブル、あの、イヤホン。最近、これもホテルアイル。これはいるな。1個しかないパターンよくあるやんて、机の上に。これで増やすんやん。2つに拡張できて、超コンパクト。差しづらいとこでもいいもんね、これでね。超コンパクトだから。あとは細かいのも、細かいのいっぱいある。すごいっすね。これがガジェッターですよ。あの、生粋のガジェッターですね。編集ができるように。うん。あとですね、パソコン。こういうすごいのと思ってます。こういう人です。え、パソコン。あ、まだ背面部分。はい、パソコンも実は持ってきてますね。15インチの MSI。 おっ、じゃじゃん。わー、こちらで。なんかゴージャスだね。パブジーもできるやつ。あ、パブジーもできるやつか。伝説の。なるほど。生放送で、あの、いなくなったんですよ、いきなり。そう、電源落ちて、電源落ちていなくなるっていうパターン。これでございます。ただ容量少ないからね、500GB と。ちょっと500って少ないね、確かに。ちょっと動画編集はちょっと。あー、確かに確かに。最後に、きた、これですよ。これアップルペンシルなくなる事件のやつですね。そう、アップルペンシルなくなったで。どこについてんの、これ。ここに切り書きまで作ったんだけどね。あ、自分で。うん、気づいたらなくなってたの、アップルペンシルもね。いや、取れるでしょ、だって、ただの磁石で引っ付いてるだけでしょ。どこ行ったんだろう。取れるわね、これ。漫画も読めるし、1万5000だぜ。本も読めるし。そうですね、漫画読めて、動画見れて、動画見れて、最高のガジェットでございます。素晴らしいですね。まあ、以上こんな感じでございます。素晴らしい。1泊2日でね、パソコンがちょっと怪しいけど、必要かどうか怪しいけども、あと、ご家族のお荷物、そう、持たれてるっていう感じで、ワンバックで。すごいなぁ。ワンバック方式で、僕のを多分やってくれると思うんですけど、はい、ちょっと見比べてもらうと分かるんですけど、ちょっとこのガチさが違うというか、はい、性格が出るね。面白いですね、性格が出る。あともう一個言っていい？どうぞ。前沖縄旅行の動画の時にやったら、スーツケース持っていけばいいんじゃないかという意見があった。結構あったんですよ。まあ、それ分かるんですけども、スーツケース持つと、片手が塞がって撮影ができなくなる。できなくなる。それですよ。両手を。 YouTuber だからこそのですけどね。あとは子供抱っこしたりとかの可能性もあるから。確かに確かに、片手は絶対塞がりますからね。だから両手開けたくなったから、これ一個で収めるっていう技を僕は
はよく使います両手開けないと仕事上ガチ中があるからね、はい、だからリュックを愛用しているという感じでございます。やべー、はい、すげえな。以上でございました。これが皆さんガチガジェッターガチチューバーのリュックでございます、はいはい、ね、これあの家族の旅行でこんな感じですからね。はい、ですよね。いつもこんな装備で素晴らしい。行っておりますので、ちょっとアマゾンでポチります何個か。はい。ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。で、師匠のチャンネルで僕の、はい、中の興味あるかどうかわかんないですけど。何もできてるな。それはあのぜひあの見ていただきたいと思います。これ持ちすぎたんだよな。ちょっと比べていこう、そこは、はい、ガチモンと。はい。これが何モンなのかっていうのをね。そう、何モンなのかね。見ていただきたい。そこら辺見ていただいて。お願いします。何見てこれ。裸体が取れるやつ。